言わずと知れた名古屋のキングオブホテル。番組最後は名古屋市審査会にあるデザインホテル WZIP クラブをご紹介します。51室、全室がスイートルーム。優雅で落ち着ける部屋や可愛いおしゃれな部屋が用意された贅を尽くしたホテルです。低価格で客室アメニティも充実。また食事も名店の味を楽しめるなど、リピーターには大人気です。はい、いやーいい汗かいたなー。マグロだな、サウナでするあれはいいな。いいです最高だ。ね、そして出ました、これが、はい、あの寂しい寂しい寂しい。これはね、はい、あの私が大好きな、そうですね、夜間チャーハン。夜間チャーハンってこれでおいくらでしたっけ？980円なので、はい、まあ、一杯グラスもあるんですけど、うんうん、まあ、こちら頼んでいただければ、うん、方がお得には、うん、なるほど。でも薬師流見たら半額ですもんね。そうですね、そうですよね。お得すぎる。 ね、そしてこれが、はい、餃子ですね。羽根付き餃子。羽根付き餃子、はい、ここのオリジナルですか？こちらが、大阪 の、 あの王将。あ、大阪王将、はい、こだわってますね。そしてこちらが、こちらが、鴨のローストマリネですね。はい、そしてこちらがウインナー、はい、タコさんウインナー、タコさんウインナー、はい、久しぶりに見た、ね、懐かしいですね。そしてこれがゲソ、はい、ゲソですね、ゲソ、はい、ゲソ揚げで定番のポテト、はい、山盛りポテトですね、うん、なるほど。はい、じゃあ乾杯ね、はい、じゃあサメシ行きましょうか。サメシ行きましょう。最高。サウナの後、ちょっと待って、マイク取るわもう。でも仕事してください。仕事してください。今までずっと食事をメインにこう紹介してきたんですけど、うち結構つまみが豊富、うん、お酒と、はい、お酒もかなり。お酒もいっぱいあるの？そうですね、お酒もちょっと紹介の方をさせていただきたいんですけど、例えばあの山崎ですね、はいはいはい、ウイスキー、まあ、ウイスキーなんですけど、うんうん、あのハイボール、うん、ロック、水割りとかも、うん、あのできますので、一杯ちょっと売りだろう。そうです、グラス。おいくらですか？880円。なるほど、はい、これも薬師入りみたいな半額なの？なります。なるほど、すごい。あとマッコリー、マッコリ、はい、1リットル、はい、あとは佐藤の麦、麦醸油、ね、うんうんうん、はい、佐藤、はい、それもショットリがあって、そうですね、はい、お酒豊富ですね。そうですね、見せましょう、はい、見せましょう、こんだけね、メニューありますからね、はい、あとこちらにも、こっちもあるんで、おお、ハーフボトルとか、キャミスルとか、はい、あ、シャンパン、シャンパン、ワインのハーフボトルとグラスもありますね。シャンパンの飲み屋みたいだよ。いいですね、あったまったサウナの後にこんなの最高じゃないですか。どうぞどうぞ。これ、なんかつけてみよう。何？え、これなんかつけるんですか？あ、そこに。あ、これつけるんだ。へぇー。もやけちゃ。サウナ入る前にお食事注文していただいて、ちょうど出来上がって戻ってきたら、うん、サメシでね、そうですね、お部屋まで届けますんで。ね、止まんないだろうね、これね。いきます。あ、王将の味だね。ほんとこれにはね、最高だ ね、うん、ね、これにはまあ鳴らし込むしかないだろうな。ね、こうやってね、たくさんの、はい、で、まだまだたくさんもあるんですよね。そうですね、日本の一部ですね。はい、一部です。そんな知らなかったね、おつまみあったね。え、だから、ね、ご飯も食べたことなかった。うん、だから今回ね、こうちょっと紹介しましたけど、はい、まあ、おつまみも、ね、はい、豊富にあって、そう、ね、サウナ入ったとゆっくりリラックスしてね、つまみ食べながらね、はい、ね、はい、さあ、それではね、はい、今回の合言葉言いましょうか。そうですね、ね、はい、はい、このさ、飯のさ、つまみのね、はい、合言葉よろしくお願いします。はい、うん、では、
サメシで。サメシで。飯の方ね。飯で。まあ、飯で。まあ、まあ、まあ、さつまみっていうのは、ちょっとまだ浸透してないから。まあ、サメシで。そうです。はい。